It's okay. I think it's okay. Yeah.今は御殿場口におりまして、そこから登り始めます。今7時7分、まあ約7時ですね。まあ大体10時間で行って帰ってこれると思ってるんですけど、気をつけて行きたいと思います。天気、はい、はい、この辺だと現金かクレジットカードあるいはいつでいいかもしれない。どちらどちらに行くか。から1時間とちょっとですね。駐車場がだいぶ小さいですね。地老坊ここまでやってきました。ちょっとガスが高くてきたな。はい、じゃあお調子頑張ります。8時半、あとから1時間、15分ぐらいか、標高2000メートルです。景色はいいですね。8時46分、1時間半ぐらいかな。登っても登っても一歩下がるような誰かが続いてます。ちょっと休憩して自分のペースで上がってきます。you
はい、今砂走りか。ちょっと時間的に登頂が難しくなってきたんで、今12時47分。今上に見えてる赤い岩館だったかな。あそこまで行って今日の工程は終了しようと思ってます。登頂はできるんですけど、真っ暗になっちゃうんで、あの夜間装備持ってこなかったんで、多分ちょっと危ないなと思ってるんで、このまま下山しますね。いやー、御殿場ルートマジできついっすよ。はい、大砂走りのここから下山の分岐ですね。ありますかね、皆さん。ここがあの有名な大砂走りですよ。富士登山駅伝でタスキリレーの際にひっくり返るところですね。まあ一度来てみたかったんですね、ここ。おー、砂煙を上げながら、陸軍かな海軍かな、わかんないですけど、見客の外人が降りていきます。軍人かな、多分。
川走りを下ってんですけど、もうねこれ止まれないっすよ。なかなかの格好が調整があるんで、ね、そんなに足は出せないっすよ。止まれない。I found like five. はい、現在4時半かな。大体9時間と20分ぐらいじゃねえかな。いやー、かかった。新5合目です。はい、だいたい5時っすね。なので9時間40分ぐらい、目標としては2つ。もう2時間早く来てればね、上まで行けたかもしれないですね。大砂走りが意外と早く降りてこられたんで、もしかしたら行けたのかもっていうところはありますけど、まあまあまたチャレンジしてみたいと思います。新8合目、8合目っていうのが新8合目かわからないですけど、標高見たら3300だったんですよね。来月登る北岳がまあそのくらいなんで、まあちょっと自信になったかなっていうふうに思ってます。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。